はい、釣り場に到着です。今日は何狙いですか？豆イカ。はい、豆イカ。シュナはちょっと、2年前かぐらいに釣ったことあるけど、そうはまだないかな。ちょっと釣れるかわかんないけど、やってみよう。あえて下でやってる。まだまだ落とさんと。悲しい。はい、そう、この死はまだまだ。あんまりおいしそう。ここでカチャッと。それが落ちるまで。たまに浮かせないと。なんか重い気がします。おお、巻いて巻いて巻いて。お、ゆっくりゆっくり。釣れたじゃん。今あれ持ってくる。バケツ持ってくる。釣れた。はい。子供でも釣れました。動きって今日初めてなんですけど、はい、そのまま置いてあるだけで。たまにピョンってやって、はい、沈んでる時に多分食ってくるんで、うん、そんな感じ。適宜ですね。はいはい。あ、もうちょっと軽んでから入れて、もうまた落としていい？うん。あ、ニフム好き？ちょっとずつ落ちてるな。でピンとなったら置いてあげて。お、重くない？あ、来た。嘘。来た？お、本当だ、釣れたで。で、ここを持って、ここ持って、これ、この、ここを持って、で、ひっくり返せば取れるから。ここ取って横に、ひっくり返せ。シュナ緩めすぎだね。うん、そう、これぐらいで、で糸が全部ビーンと伸びたらゆっくり上げてみて、重かったら、お、開くんじゃない？あー、いや、そんな、そうやりすぎ、それ。下げすぎ？いや、下げるじゃなくて、何回もやりすぎ。ほら、すぐいっぱいいるぞ。イエーイ。入れ口しよう。で、ひっくり返す。イエーイ。シナとソウ2匹ずつじゃん。シナ浅すぎんじゃないか。いや、まだまだ。そう、今こうやって見えてたら、そっからあのピーってやってね、カチャッとやって、このこうやって解放して、でピーってやって、これぐらい、これぐらいでいいんだよ。ついてるか、ついてる、巻いてる、重くない、ついてる。落ちる落ちる。
そう、浅すぎる、浅すぎる、もうちょい、うん、これ、うん、これが伸びるぐらい、え、来た？来た？来てよかったでしょ。シュナ調子いいね。あ、今度緑についた。もうちょっと浅くしてこのぐらいにやってみます。何個目しよう。そう、何個目？ん？そう、何匹いんの？わからん。見えたらダメ。今日じゃないし。四五。さ。オレンジ調子いいんじゃない？これ大きいんじゃない？あそこにいる、ちっちゃいの。めっちゃいる。今3匹ついてきてる。追っかけてきてる。大きいね。大きいこれ。大きい。右、このオレンジがいいんだな。ちょっと探してくるわ。来た？そこにいる。ああ見えてんの、見らんか。あ、来た。ん？見えない。パパに見えねえ。そこに。あそこに。それならこの絵来てないみたいな。そう。嘘。おお、久しぶりに。来たぜ。ほら、イエーイ。ん？一番下でやった。下の方だね。はい、終了します。シュナ何匹だったの？ 8匹。そう、3匹ぐらい。そう、2じゃな、本当は。楽しかった？楽しかった、めっちゃ楽しかった、うん、でもあとはね、釣れないから。ちょっともっと釣りたかったでしょ。そう、うん、また来るか。じゃあ帰ろう。はい、いただきます。いただきます。ハナ、それ何の格好してるの？豚かい？うさぎ。自分で顔塗ってました。どう
美味しい。なにこれ、うまい。それも行こう。うまい。